日本千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷鎌ケ谷は鎌ケ谷市の地名である。なお、鎌ケ谷のほか東鎌ケ谷、南鎌ケ谷についても合わせて述べる。鎌ケ谷市の南部に位置し、以下の3地域に分かれている。鎌ケ谷市の南東部で、市内で最も人口の多い町である。新京成電鉄新京成線の鎌ケ谷、大仏駅周辺とその南側に広がる。北側は、 東、初富屋丸山、船橋し崎が丘、西側は東道のべ、南側は南鎌ヶ谷、西側は船橋市二輪西、二輪東と接する。町内の中央を千葉県道59号市川印材線が北東から南西に向かって通っている。地下住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 鎌ヶ谷2の18の48の地点で8万千円、平方メートルとなっている。鎌ヶ谷市の最東端にある町である。北側は、白石、藤や船橋市高野台、東側は、船橋市八木が谷、南側は、船橋市先が丘、西側は、東初富と接する。鎌ヶ谷市の最南端の町である。北側は鎌ヶ谷、東側は、 船橋市二輪西、南側は船橋市馬込町や金杉町、西側は東道延と接している。鎌ヶ谷と同様に町内の中央を木下街道が走っている。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ABCD、住民基本台帳人口。 町長別人口、世帯数。鎌ヶ谷市。2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。 市外局番の一覧、総務省、2017年11月16日閲覧、AB、郵便番号、日本郵便、2017年11月16日閲覧、市外局番の一覧、総務省、2017年11月16日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査わずかながら、船橋市金杉とも接している、 鎌ヶ谷市立小学校及び中学校の通学区域について鎌ヶ谷市、2017年11月17日閲覧、ありがとうございます。